ここで助力を得られるとは。その疑心に応え、そう奮起せねば。俺が行くしかねえ。勝負だ。よし、違う。力負けするなって。向こうにはアテナ殿が来たようだな。だが勢いづかせるわけにはいかない。いよいよ総攻撃か。ラズではまだこっちが不利なのに、他方面から押し寄せるか。皆耐えよ。耐え抜けば勝機はある。でも、アテナさんのおかげで助かった。しかここは素直に感謝しとかないとね。人に強い。しかし私だけで状況を覆すのは難しい。そのよければ共に力を合わせよう。その調子、その調子。敵者なんと圧倒的な力だ。へへ、なかなかやりますな。お仕置きよ。これは少々厳しい状況だな。仕方ありません。さあ参れ。遠慮はいらんぞ。来てくれるとは思わなかった。皆を守ってくれてありがとな。いや、残念ながら私にそこまでの力はない。どこまで役に立つかわからぬが、共に戦わせてくれ。無事だろうか。これよ、私たちも参戦する。敵将、大丈夫か。今助けるぞ。大事な仲間を奪われなくて本当によかった。さあ、これからは復讐の時間よ。やれやれ、待ちくたびれたぜ。しかし、どうやって合流する？ここは思い切って撃って出よう。それぞれ敵の対象を目指して突撃。私たちはあの敵に当たればいいのか。カン・アンコク、マイル。我らも攻めるぞ。続け。敵は勢いを取り戻したか。来い、弁慶。現住者の気概見せてやるぞ。もっと待っとけ、義経様。敵士を奪えないわ。アテナ殿の突入で敵の包囲が緩んだ。私たちが合流できたのは彼女がいたからだ。アテナ殿こそ美しき勝利の女神かもしれない。美しき中罰すべき。言ってて恥ずかしくねえのか。奪えないな。観察といい、天然はこれだから。ここは通さねえぜ。獲物を置いて逃げるか、俺に倒されるか、さあどっちだ。こいつ親父よりも頑丈そうだな。誰が相手でも超えなければ勝利をつかむために。よくやってくれた、立派な働きだ。へへ、なかなかやりますな。耐えられる。助けに来てくれたか。礼を言うぞ。相手が誰であろうとひるまぬ。神を討ち、武名を上げてみせる。潔いな。人間とは実に面白いものだ。あなたの姿を見ると胸が締め付けられる。そう、恋にも似た気分。その偉人についえよ。これは少々厳しい状況だな。出番ね。仕方あるまい。どこで読み違った。さすがにまずいな。遅れるな。私が援護する。
してやろう。仕方ありません。さすが見事な働きだ。お前の戦は俺の闘志を燃え立たせるな。敵の方が一枚上手か。勝手な真似はさせん。敵のお出ましか。あなたが我が術の対象か。容赦はいらないな。あの兵力差を覆してみせるとは。ここは素直に感心しておこう。厳しい戦いだったが、なんとか守りきれたな。アテナ殿、いい流れね。上出来だな。戦場を混沌で染め上げてやろう。みんなで一緒にお出かけして、お弁、友達との旅行。見よ、これぞ無双、左脳が力なり。守るべき人のため戦わせてもらうわね。
圧倒的な力か。ところで、ゆおでもです。そうか。ね。展開へつながる入り口というのはあそこか。すっかり敵に囲まれてまずいんじゃないか。大きな子たちは入り口を守ってくれてるけど、もうヘトヘトみたい。みんな手伝ってあげよう。敵の鳥みたいな子たちは誰が指揮してるんだろう。門番を操るショーを狙ってるみたい。ほっといたらまずいんじゃない。あなたの暴れる姿を見ていると燃えてくるの。私も。
くれたか。礼を言うぞ。わきまえろ。一枚上手か。責任を果たしましょう。分かったね。私に楽させてちょうだい。でも相手も強そう。危なくなったら助けに行かないと。ブッ粉々に砕いてやるべ。我敵倒す。敵の味方も濃いな。どちらより目立てる気がしないな。歴史を奪えないな。さすが目立ってらっしゃる。敵の方が一枚上手か。
海兵隊の指揮は俺様一人で十分だ。年寄りは向こうで休んでろってな。誰が年寄りだ。ひよっこは黙ってわしの後についてこんか。ここは抜かせん。消えろ。終末する。現れおったね。軽く揉んでやる。じいさん一人働かせるわけにもいかね。俺もやってやるか。貴様思ったよりやるな。ギエン、お前の存在感大したもんだ。ここからは二手に分かれよう。任せろ。関東強い。何直した。本当か。お前いいやつだな。戦が終わったら俺の噂を広めてくれよ。時は稼いだ。やたわいこよ。さて弓兵隊、銀河射撃の構えを取れ。よーく狙って引き絞れよ。今だ、放て。じいさんの腕には恐れ入ったぜ。こりゃあと10年はくたばりそうもないな。何を抜かすか。20年いや30年は粘ってみせようぞ。おっと、敵がわんさか来てるじゃないの。こうなったらまとめて相手してやるぜ。俺の相手はお前に決まり。楽しませてくれ。まず悟空ったらまた悪さしてる。今日という今日は許しません。すごい、あの服で勝ち誇って。いつも前線で張り切ってるよね。疲れたら私の踊りで癒してあげるから。我サル倒せ。ウキキ、よっぽど野生的だな。ウキー、大事なところがガラ空きだぜ。大変、悟空が入り口の方に。急いで門番を守らないと。騒がしいと思えば悟空また暴れておるな。なんか聞き覚えのある声。まさか。この戦場のピリつく空気、久しぶりじゃの。懐かしい顔も見えるわ。私がウッキーさん、いいところに。ちょっと手伝ってくれる？任せておけ。再会を楽しむのはその後にするか。相変わらず強すぎだぜ、復帰。おお、そうか。腕がなまってなくて何よりだ。復帰、盛り上がってきたぜ。もう少し数増やしとくか。三蔵様、どちらへ。今日こそ悟空を懲らしめてあげないと。そうだ、かぐやさんも一緒に来てくれる。敵が現れよ。ここで仕留めてしまえばそれまで。宮森のおっさんがそう言うなら全力で倒しに行ってみっか。ほう、来てみろ。わしは逃げも隠れもせんぞ。目障りだ。あなたの暴れる姿を見ていると燃えてくるの。私も。ご少将様、私もお役に立ちとうございます。ご一緒してもよろしいでしょうか。はあ、ご一緒してもよろしいわよ。あなたも不幸に。
しちゃったらまずいか。清盛、わしが来たからか。勝手な真似はさせん。すべて諦めるのは生きる手な力を持ってしてもはや止められん。フッキさんが来てくれてよかった。旋回まで大変なことになるところだったよ。すまんすまん、なかなか道が開かなくての。うん、遅くなってすまんの。上出来だな。戦場をこん見えよ、これぞ無双、左脳が力なり。人間どもに利用価値があるかどうか確かめてやるとしよう。その力試すだ。なめられたものだ。まずは敵の出鼻をくじく。正面の生命に狙いを定めよ。ああ、それでいい。私はひとまず引いておこう。生命は引いたか。ならば前線を押し上げ敵の目を引きつけるのだ。私たちの戦慄で勝利を呼び込みましょう。荒ぶる魂の調べ、奏でよう聖絶に。核を奏でるのかと。ミヤビヨンボカナもついていくな。食らいつかしてくれるわ。敵将奪えないな。私の戦術、皆様にも気に入っていただけるといいのですが。清らかな中にも憂いを帯びた名曲やな。離れた家族を東京の念がにじんでおるの。上等。この音は何だ。心が現れていく。やめてくれ。恐れることはありません。戦慄に身を委ねてください。その調子その調子。なんだ、魂を揺さぶるこの曲は。貴様の反骨魂を揺り起こす魂の叫び。
抗え、静絶に。その際、捨てたものではない。メダオーディンの言葉を聞いたか。利用価値とか。さあ、知りたくば奴に直接問いただすしかあるまい。簡単に口を割るとも思えない。素晴らしい戦術です。思わず引き込まれてしまいました。期待しているぞ、中達。野望を果たすため、元の世界に戻りたいで。はて、いや、アボーとは、私はあなたの時代のため力を尽くすのみです。クエンのとこよ。その調子、その調子。策が描けるわ。まだだ、まだ足りん。もっと見せろ、お前たちの力を。旦那様、何をほうけていらっしゃるのです。さ、次の指示を出していただかないと。分かっている。今言おうと思っていたのだ。小春夏、元気とともに進軍せよ。ハグと元気と一緒かよ。面倒なあ。いや、さっさと進みましょう。ここを通ることは読めていた。取り囲み殲滅せよ。おっと、敵が伏せてたか。こんな稚拙な罠にかかるとは。相変わらずやる気がないようですね、芝生殿。ゲームの洞察力の深さだ、持つ血の火種と見れば、ここで覗いておくとしよう。まあ、あなた、人を見る目があるのね。愛嬌はないけれど、素敵だわ。紹介殿、人間の敵に回るのは楽しいかしら。口の引き方がなってない。私は、神に選ばれた男だぞ。そうだ、さらなる力を見せるがいい。泣き者だが、これまで者どもぜよ、我らが陣を奪還せい。うまく運んだい。
ようですな。敵の守りが薄くなった今が好機かと。清盛を狙うか。よかろう三成、行くぞ。分かっている。偉そうに指図するな。見事な手際だった。そう言っておこう。あっぱれじゃの。あなたを見ていると誇らしゅうございます。それほどまでに見事なお働きですわ。戦ばかりでは気がめいってしまうわね。元気でね。後で一緒に肉まん作りでもどうかしら。ぜひお願いします。実はどうしてもうまくできない工程があって。おいおい、この状況で料理の話かよ。女ってすごいな。お気をつけください。妖魔たちがこちらへ向かってくるようです。抗う。シャミの弦が書き切れる瞬間まで整絶に。抗うの。マロの割りが打ち切れる瞬間まで雅に。おっと待ちな。清盛のおっさんはやらせねえぞ。猿の男に道を阻む。後悔させてやろう。あっぱれじゃの。見事な手際だった。そう言っておいた。師匠、あなたはやればできる子。あちらの敵もお願いね。師匠殿、いい加減にして。さっきから手を抜こうとしているのは分かってる。カジュ、俺やっぱそっち行こうかな。オーディンは動こうとしませんね。一体何をしているのでしょう。仲間に入るのが恥ずかしいのかの。蹴鞠の心は我の心。一緒に蹴鞠たいの。オーディンのやつ、俺たちを品定めしてんのか。ったく、何のつもりだよ。認められても嬉しくはないけれど、ここで消されるわけにもいかない。困ったものね。平の清盛、言い残すことがあれば聞いておこう。守りが薄いなら愛を打てるとやめられたものよ。成仏するにはまだ早い。我が宿願果たすまでは。指揮官は倒した。これで敵の足並みは乱れよう。あの大軍をはねのけるとは大したものだ。オーディンも満足といったところかな。気に入らんな。なぜ奴に試されねばならぬ。神の思い上がり、打ち砕いてくれよ。その調子なら心配なさそうだ。さて、私も全力でお相手しよう。その戦、壮絶だな。武勇とて引けは取らん。撤退するほかない。その際、捨てたものではない。宗姫、曹操を差し置いて腕輪の力を得たことに戸惑いはないか。ないな。私にとって父は初めから超えるべき存在だ。やだ、清盛さんたらやられちゃったの。こんなに援軍連れてきたのに。ここで敵の増援と合流される前に括弧撃破せよ。メゾーリだ。さあ
その力オーディンに見せつけるといい。いよいよオーディンと戦うのか。おじけづいた。ならば私一人で行こう。ドロンに任せるのはもっと不安だ。共に行かせてもらおう。やりよい。次は負けぬぞ。よくやった。お前がいれば必勝の策が描けるわ。予想以上の腕よ。ところで負けちまうとは。可憐な少女や表なめとったらいてまうで。剣を抜かせないでほしいんだが、その際捨てたものではない。今日は調子が悪い。あばよ。その調子その調子。よくやった。お前がいれば必勝の策が描けるわ。ここは私が出るしかなさそうだ。セット、いざ参るぞ。おお、来たか。その力私に示すな。くだらん命令など聞かぬ。私たちはただ全力で貴様を撃つだけだ。その戦壮絶だな。私がなすすべもなく負ける。触れてやるわけにはいかん。せっやっえいはっ耐えられる。やっはっ耐えられる。やっせ耐えられる。打ち取った。暴れちゃんの期待以上の力だ。全ては計画通り。逃げたか、オーディン。一体何を企んでいる。さて、おう、そうなるな。上出来だな。力、解くと見よ。
オーディン、ロキ。リョフ殿はなぜ。オーディン、ロキ、ここで疲弊した。リョフ殿はなぜ。敵の追撃はそこまで迫っている。仕方ありません。しかも相手は厄介なあの呂布か。たとえしのいだとしても第2第3の追っ手が来ます。ここは攻めに転じ敵総大将を狙うべきかと。勢いに乗る敵の隙をつくか。ならば奇襲部隊はこの超文猿が率いよう。と、よ、と、長領様、みんなでお供いたします。学神殿、リテン殿、二人の分頼みにさせてもらう。長領殿の采配に期待しています。とはいえ一番槍は譲りませんので。やるしかないか。こんな時にお辞儀の敵なんて言ってられないしな。素晴らしき技の数々。厳しい鍛錬の賜物ですね。神に踏みにじられ、強敵に翻弄され、それでも立ち上がり戦おうとする。か弱い人間にどこにそんな強さが。そもそも人間は本当に弱い存在なのか。こんなところに敵だと。だがどうしゃしねえ、獲物を置いて帰るな。敵に奇襲を悟られてはならない。速やかに突破せる。長領、相変わらず呆れるほど強いな。けど、あんたにだけいい格好させとくのはシャクだ。ええ、私ももっと戦果を上げてみせましょう。我はサノン。リテン殿、学神殿。凄まじい気迫よ。ならばこの超風源もさらに振るわねば。これで勝ったと思うなよ。さすがお見事、至高の武を垣間見ましたぞ。敵将、そこを動くなよ。負けちまうとはな。俺の腕見せてやる。俺の負けだ。自ら撃たれに来るとは。望み通り熱してくれよ。呂布の本陣は目の前です。長領様、号令を。いざ、我らが武にて敵本陣を貫かん。呂布殿、覚悟召されよ。なんだ、急に嫌な仲間が。やっぱりやりますね。分かってましたよ、俺。よくだ。いや、これは敵。まんまと騙してやったぜ。こいつは俺が作った偽物だ。偽本陣を狙っての奇襲、まさに私の読みで。連合軍の戦力が分散した今が好機だ。奇襲部隊を包囲せよ。同時に連合軍本陣へ攻撃を開始する。任せよ。何も
怒らぬほど叩き潰してやる。目障りだ。急ぎ味方の救援に向かうぞ。ならばこの楽文献にお任せを。先駆けとなり本陣への道を切り開きます。敵心の一歩を通りたくば鬼神の娘を倒してみよう。霊気殿、セラーどうかお引きください。長領、聞かぬと分かっていて言うな。父上の敵に回るなら容赦はしない。私は鬼神呂布の娘。無様な戦をして父上の名を汚すわけにはいかぬ。こんな方たちが娘、皆私も父の名を背負っています。その名は重いけれど高い。こそ突き進むしかない。鬼神の娘、見事な武勇よ。だがどこか寂しげな目をしているな。さすがです。あなたならばと思っておりました。やりますね。勉強になります。奇襲を誘う罠にまんまと乗せられるとは。だがもののくの意地にかけて本陣は守り抜く。諦めろ。雑魚に俺は止められ。責任を果たしましょう。支えてみせて。諦めはしない。我が闘志燃え尽きるまで。少しは手応えがあるようだ。落とし父上、申し訳ありません。さあ急ぎ本陣へ。王を破った。奴らはここで食い止める。決して本陣に近づけるな。道を開けよ。遮る者は我が部にて薙ぎ払う。さすがです。あなたならばと思っておりました。押して参る。敵将、そこを動くなよ。仕方ありません。今こそ我らの出番ですぞ。背後より取り囲み敵を討ち取ってみせましょう。ギリギリぞ、遅れるな。敵将、奪いないな。神宮殿か。みんな気をつけよ。おじきの仇、呂布軍にだけは負けられねえ。燃えてきた。せよれ。我らの力を合わせれば怖いものはありません。共に包囲を打ち破りましょう。
格が違ったわ。超分野、ただいま救援に戻った。超力、これを楽しませてみろ。ここまで粘った褒美だ。貴様らに最強の武を見せてやる。ほとばしる闘志、あれが最強か。だって現人者として遅れは取れん。そうだね、これ以上の粘りはいらぬ犠牲を生む。おじさんも本気を出してこの戦を終わらせるよ。素晴らしき技の数々、厳しい鍛錬の賜物ですね。さすがお見事、至高の武を垣間見ましたぞ。少量殿、よくぞお戻りくださった。遅くなってすまぬ、本陣を守り抜いてくれたこと感謝いたす。あの包囲を抜けてくるとはもはや言葉もないな。悪くなかったさ、武を磨き、次はさらに俺を楽しませてみろ。やりますね、勉強になります。さてこんなものかね。お仕置きよ。良き勝負だった。続きはいずれまた。どうにかしのげたな。呂布殿の武は見事だが、そのために皆を滅びの危険にさらすとは。長領殿、今は先を急ぎましょう。さらなる追っ手が迫っているかもしれません。呂布はアースガルズの神、行かず。上々なる。いい流れ。上出来だな。戦場をこん…こたびの鍛錬は驚かせ…いやぁ…皆にこ…欲しいよ、わらわが天下無双なのか。見よ、これぞ無双、左脳が力なり。
倒的な力を見せつけたオーディン。この奪そうね、オーディン軍。完全に包囲されちまったか。ここは俺たちで守り抜くしかない。お先真っ暗な状況に立ち向かうか。そんなこと何にもあった気がするんだよな。俺たちはかけがえのない仲間だ。なぜかそう確信できる。力を合わせて乗り切るぞ。この戦力差、勝敗は火を見るよりも明らか。それでもまだ諦めないつもりか。まともにぶつかったって勝てっこない。でもそこをどうにかするのが軍師のお仕事ってね。まずは味方の増援を呼び込まないと。そこでお願い、敵の方位に穴を開けてくれないかな。メザーリだ。頼んだぞ。本校と長方が近くまで来ているはずだ。援軍到着まで我らは城を守り抜く。包囲をうなち援軍を呼び込む。勘で考えそうなことだ。ああ勘兵衛殿の目はごまかせないか。ここは退場してもらうしかないな。よくやってくれた。立派な働きだ。包囲を崩すことにかまけ城の防御を怠るとは安兵衛軽らしくもない。またもや敵の増援か。来るぞ皆耐えろ。敵に回った訳を問いただそうと。そうのんきに構えている状況でもあるまい。なかなかやりますね。ああゼウスを倒したら余計面倒なことに。過去に戻ってやり直したい。冗談はいいから戦って。そんなことできるわけない。ああよくやってくれた。あとは援軍の到着を待つだけだな。無駄にあがいても疲れるだけだ。一息に潰してやる。ならばこの小指揮に任せておけ。追い詰めた敵にとどめを刺す。悪くない役回りだ。今度は北から敵の増援。少しは休ませてほしいんだけどな。よりによってあいつらか。これは援軍到着まで持つかどうか。終罰する、うん、さすがに息が切れてきたぜ。だが援軍が来るまでどうにか耐えねえとな。切り込むぞ。遅れるな。わかりました。関東と長方の到着まで命に変えても城は守る。今日の俺めちゃくちゃ働いてるよね。援軍が来たら一休みさせてもらおうっと。なかなか。あよ最高だ。これだからお前と一緒は面白い。おおさすがですな。我らの力で勝利を呼び込みましょうぞ。なかなか。あよ最高だ。これだからお前と一緒は面白い。
武勇とて引けは取らぬ。ネガーこれは少々厳しい状況だな。ネガーは救援行為。俺の生存確率激的に低下中。お前の相手は私だ。メダーリだ。やっメダーリだ。メダーリだ。なんと勇ましき敵か。おお、さすがですな。我らの力で勝利を呼び込みましょうぞ。ここで助力を得られるとは。その疑心に応え一層奮起せねば。攻め手を緩めるわけにはいかない。私の指揮には働いてもらう。さらに畳みかけてくるとは。だが諦めん。諦め食べるものか。活躍してくれる人がいるなら俺は昼寝でも。うん、重いか。この城を落とせ体勢は決する。容赦はせんぞ。助けに来てくださってありがとうございます。間に合ったようだな。城を攻める敵を撃て。城内の仲間を救うぞ。カンコンたちか。いや、アテナ殿、これは心強い援軍だ。メザーリだ。メザーリだ。メザーリ。今日はもう勘弁してやる。なかなか。あよ、最高だ。これだからお前と一緒は面白い。畜生。思ったよりやるじゃねえか。天の助け。これならもうしばらく耐えられそうだ。目障りだ。なんと圧倒的な力だ。敵のお出ましか。切り込むぞ。遅れるな。ありがてえ。共におしまいそうぜ。メダリ。どうし踏んじまった。アテナさんのおかげで助かった。ここは素直に感謝してくれてね。しかし私だけで状況を覆すのは難しい。そう、よければ共に力を合わせよう。向こうにはアテナ殿が来たようだな。だが勢いづかせるわけにはいかない。メザーリだ。いよいよ総攻撃か。数ではまだこっちが不利なのに。他方面から押し寄せるか。皆耐えよ。耐え抜けば勝機はある。メザーリ奪えないんだ。へへ、なかなかやりますな。来てくれるとは思わなかった。皆を守ってくれてありがとな。残念ながら私にそこまでの力はない。
どこまで役に立つかわからぬが、共に戦わせてくれ。おお、さすがですな。我らの力で勝利を呼び込みましょうぞ。中央は鍛えていけないのか。これより私たちも参戦する。大丈夫か？今助けるぞ。大事な仲間を奪われなくて本当によかった。目通りだ。さあ、これからは復讐の時間よ。目通りだ。やれやれ、待ちくたびれたぜ。しかし、どうやって合流する？ここは思い切って撃って出よう。それぞれ敵の対象を目指して突撃。私たちはあの敵に当たればいいのか。カン暗黒マイル、我らも攻めるぞ。続け。敵の勢いを取り戻す。来い天啓、現住者の気概見せてやるぞ。止まってくれ義経様。アテナ殿の突入で敵の方位が緩んだ。私たちが合流できたのは彼女がいたからだ。アテナ殿こそ美しき勝利の女神かもしれない。美しき、見てて恥ずかしくねえのか。わきまえろ。観察といい、天然はこれだから。ここは通さねえぜ。獲物を置いて逃げるか、俺に倒されるか、さあどっちだ。まだ親父よりも頑丈そうだな。誰が相手だ。超えなければ勝利をつかむために、他を寄せつけない。お見事です。さすがですね。頼りがいがあるって感じです。すごいね。実は天下無双でしょ。救援か。来てくれると信じていた。相手が誰であろうとひるまぬ。神を討ち、船を上げてみせる。潔いな。人間とは実に面白いのだ。俺が遅れを取るとは。あの兵力差を覆してみせるとは。
ここは素直に感心しておこう。いい流れね。